はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、今日はドラゴンクエストビルダーズ2やっていきます。前回ですね、自責の闇という結構病んだ建築作ったんですけども、あれね、こう建物が完全な長方形だったんですよ。で、まあ、あんまり最近そういった長方形っていうシンプルな建築作ってこなかったんですけど、今回はねそれについなすというか、まああれがものすごい暗かったんですけども、今回はねちょっと温かみのある建築を作っていこうと思いですね、やってみましたので、よければご覧ください。以前ねちょっと本力を入れて作ったこのデートで行きたくなるような宿屋さんねあるんですけども、まあその横に、作ってみました。こんな感じになっています。信長のお城以来じゃないですかね、この牙を使ったりとかしたので。実はですね、まあ見ていただければもうわかるんですけども、こんな風にねこう水にまとわれた建物になっています。でね、こうガラスライトがライトアップしてくれている綺麗な感じの建物になっています。まあ、普通ねこんな風に水が流れてたら人は近づかないというかあんまり行かないと思うんですけど、まあ、この水の中にですね今回は建物がある感じになっています。建物というか、まあ、部屋ですね、部屋がある感じになっています。で、まあ、狭いんですよね、規模は狭いんですけども、まあ、今回はこう食べ物をねいっぱい使ってみようかと思って、こう今まで温かみのある系の建築やってきたんですけど、ちょっとねその建築たちよりはこう野菜プレートだったりこういうフライだったりアンドーナツだったり使ってみたかな。はい。で、テーブルがね一応食事テーブルにしたくなかったので、基本的にみんな本棚になっています。でね、本棚だけだと味気ないんで、まあ、こんな風にちょっとこう壁掛け飾りを使ってみたりとかっていう風にしてみました。はい。で2階に行きますね。でやっぱ水にまとわれてるのでものすごいね音がすごいんですけど、水ので、ここが大木槌くんたちが料理を作ってくれてる場所ですね。まあ、可愛くできたんじゃないでしょうか。でなんかねこのかまどの上にこの鍋を置いたりとかできることを知らなかったんですけど、こんな風に置いてみたりとかもできて、なんかより一層厨房の雰囲気というかキッチン感が出たかなって思っています。でここがね大木槌くんたちが休憩する場所になっていますね。ここも一応テレビみたいなイメージです。これ以前ね、エミスさんと一緒に作った建築を載せてるんですけど、フォトフレームも今回初めて使ったかもしれないですね。今回のこの島でね。うん。はい。で、まあ、あとは、特に、特筆して言うような場所はないぐらい、まあ、こうやって狭いんですが、まあ、かわいいね、3階建てのちっちゃな、コンパクトな建物ができたんじゃないでしょうか。一応ですね、これ多分こっからじゃ見えないな、見えないだろうな、上なんですけど、上がね噴水だらけになっていて、うん、あ、でこんな感じで外を見たりするとサンゴとかもあってね、綺麗ですね、ほら、うん、なんかこうどんなとこでご飯食べに行ってみたいかなとかってい う, こう妄想とかも込み込みで作ってみたらこんな感じに、まあ、なりました。砕けた岩とかも信長のお城以来ですかね、使ったので、このなんか筒状の岩とかなんてもう空っぽ島以来ですよ。うん。はい。で上なんですけど、はい、こんな風になってます。噴水だらけで、柵どうしようかなって思ったんですけど、この槍にしました。なんかね、こう
窓開けれないのはきつそうなんですけど、なんかこう、窓がこう水でね、こう一面滴ってるというか、敷かれてるというか、うん、それもまたいいんじゃないかなと思ってね。はい。まあ、一応空調設備ありますよ的な意味を込めて、エアコンもね、こうやって設備してありますけどもね。はい。まあ、こんな感じでね、やってみました。で、外側ね、ここら辺とかはなんか余ったスペースだったので、まあ、お酒とか、ここからね、どんどんこう補充していくみたいなイメージになっています。まあ、バーとかよく後ろにね、カウンターの後ろにお酒とかいっぱい置いてあったりとかすると思うんですけど、まあ、そんなイメージでやってみました。まあ、あとはね、こういう羽とかですかね。はい、こんな感じで仕上がってみました。本当にシンプルで、なんか、まあ、僕が最近ね、やってきた建築の中では、まあ、どちらかというと本当に単純な感じにはなってしまってるんですけども、まあね、もう散々僕ね、言ってますけど、ちょっとね、まあ、今メンタル的に来てるんですよ。いろいろと大変で。はい、なので、まあ、ちょっとまあ、この今までみたいなね、それこそこの本力を入れた、こういったこう、自信を持ってお見せできるっていうような建築っていうのはなかなかできないんですけど、一応こういう感じで、まあ今回はね、作ってみたよということでございました。じゃあね、今日はね、ここでお開きにしたいと思います。よければですね、チャンネル登録、高評価、あとコメントとかね、いただけると非常に励みになるんで、よければよろしくお願いいたします。はい、では、今日はここで終わります。